皆さん、こんにちは。日記です。今日はですね、私についてランダムなことを言っていきたいと思います。で、このビデオで私のことを少しだけ知ることができるかなと思って、なんか自己紹介みたいなことをやっていきたいと思います。はい、最初は、名前は日記です。で、今22です。で、生まれたのはフィリピンで、出身は、まあ、日本に来て出身は広島です。で、お仕事は今、仕事はしてないんですけど、専業主婦かな？で、今結婚してます。はい。で、子供、赤ちゃん一人、男の子います。はい、他何かな？好きな色は黒かな？黒、グレーも好き最近。好きな科目、英語？はい。嫌いな科目は体育とか数学？苦手。好きな飲み物は、お水飲むことが多いかな？牛乳も好きかな、今。あ、飛行機が多い。好きな映画は、日本語、なんていうのかな、あれ。君へ読む物語かな、あれは。ね。英語がわかんない。あ、日本語がわかんない。好きな季節は、夏。夏好きだけど、暑いけど、まあ夏かな。私、フィリピン、冬ないから、すっごい夏の方が好きです。最後、聴いた音楽、何かな、子供の音楽が好きかな、私今。ずっとお家の中で流れてます。今の気持ちは、普通です。で、好きなバンド、あんまり聞かないかな、私はバンドって。はい。私のことを幸せにしてくれる私の赤ちゃんです。すごい可愛い。親との関係、結構仲いいです、私たちは。お母さんとは、もう毎日のように、テレビ電話するかな？うん。はい、好きな動物、犬かな？他に。好きなお店？何のお店？食べ物だったら、カフェとかに行くことが多いかな。はい。服だったら、ザラに行くことが多いかな。昨日何をしたか？昨日は、Baby, what did we do yesterday? I don't remember. 覚えてない。Oh, yeah, yeah. 昨日は少し買い物行ってきました。で、得意なことは、三国語喋れること、それで入るかな。子供何人いますか？一人です。はい、今5ヶ月です。好きなスポーツは、見ることだったらバスケ見るのが好きかな。はい。高いところ嫌いですか？はい、すごく嫌いです。観覧車とか乗るときは絶対人に掴んで私は乗ります。Okay, this one. On a scale of 1 to 10 with the same, 10 being the highest and 1 being the lowest, rate my cooking skills. It'd be like an 8. That's not bad. 8だって。最初起きた時何をしますか？赤ちゃんを見てチューします。可愛すぎて、もう起きた時からはもうって感じです、私は。好きな匂い、あ、私が好きな匂いは今なんかシナモン系の匂いが好きです。髪の色、黒。今、ハイライト少しだけ生えてるんだけど、黒です。
最後見た映画、ネットフリックスのリバーデールという映画じゃないんですけど、ドラマを見ました。で、旦那と見たんだけど、2日でシーズン2まで見ました。はい、これが私のランダムの自己紹介になります。また今度しっかり自己紹介をしますので、また見てください。ありがとうございました。See you!